ヘンドリック・ブルフト・ヘルハルとカシミールはオランダの物理学者である。1934年にコルネリス・ヤコブス・ホルテルと共同で超伝導体の2流体モデルを1948年にディルク・ポルダーと共同でカシミール効果を研究したことで知られる。カシミールは1909年7月15日にハーフで生まれた。ライデン大学でポール・エーレンフェストに指示して 理論物理学を学び、1931年に PhD を取得した。博士論文のテーマは、回転する5体の量子力学と分子の回転の軍論だった。大学在学中にコッペンハーゲンでニールス・ボーアと一緒に過ごしたこともある。その後、中立飛行科大学でウォルフガング・パウリの助手を務めた。1938年、 ライデン大学の物理学教授に就任した。当時は熱伝導と電気伝導の研究を精力的に行い、ミリケルビン温度の達成に貢献した。第二次世界大戦中の1942年、カシミールはオランダ・イント方辺にあるフィリップス物理学研究所に移った。遺跡後も活発に研究を行い、1945年には、 オンサー側の微史的可逆性の原理に関する論文を発表している。1946年にナトラブの共同所長に、1956年にフィリップス社の取締役に就任した。1972年にフィリップス社を退職した。カシミールはその職業人生の大半を産業界で過ごしたが、オランダにおける偉大な理論物理学者の一人である。カシミールは、 1931年から1950年までの研究生活の中で科学に多くの貢献をした。その中には純粋数学におけるリー群、超微細構造や核のゆえ極モーメントの計算、低温物理学、磁気学、超伝導体の熱力学、常時性感はオンサー側の不可逆現象の理論の応用がある。欧州物理学会の設立に尽力し、 1972年から1975年までその会長を務めた。1979年にはセルンの25周年記念式典で主要な講演者の一人となった。1946年、オランダ王立芸術科学アカデミーの会員に選出された。ナトラブ在籍中の1948年。 ディルク・ポルダーと共同で導電性の板の間に生じる量子力学的な引力を予測した。これは現在ではカシミール効果として知られ MEMS などに重要な影響を与えるものである。オランダ国外の大学から6つの名誉博士号を授与された。1976年アメリカ産業研究所から入りメダルを授与された。また、 全米技術アカデミーの外国人会員でもあった。1982年には、ビルヘルム・エクスナーメダルを受賞した。エディター、GV、ビルヘルム・エクスナーメダル、オーストリアン、トレード・アソシエーション、GV、オーストリア、A.B. ハーグリーブス、CM、ヘンドリック・ブルージュット、ゲルハルト・カジミール・ナイト・オブ・ザ・オーダー・オブ・ザ・ネダーランド・サ、レイウ・コマンダー・イン・ザ・オーダー・オブ・オレンジ・ナッソー。 15、ジュライ1909から4名2000、イレクテッド FRS1970、バイオグラフィカル、メモワーズオブフェローズオブザロイヤルソサイティー50、39、ドイ、10.1098、RSBM24.0004、アールデブルムボーター、CJ ゴーター、S ライフサイエンス、ユニバーシティオブライデン。 インスティチュートローレンツ・フォー・セオレティカル・フィジクス、HBG ・カジミール、ヘッド・トーバル、バンデ・ワーカラ・ウック・ハイト、永遠ハブ・アウ・ナチュア・クーンで、ピアニッシモ、34、37、74、9029097094、LOC、CIT、ピアニッシモ、80、152、374、ヘンドリック・カジミール、ローテーション・オブ・エイ・リジット・ボディ・インク・オンタム・メカニックス、 2021年4月1日閲覧。l o c c i t ピアニッシモ、238-276LOC-CIT-P279 シャーマンズ・マーチン・ヘンドリック・ブルージュット・ゲルハルト・カジミールフィジクストゥデイ53-80-82ビブコード 2000PHT-53I-80S DOI-10.1063 1.1325245オリジナルの11オクトーバー2013時点におけるアーカイブ h t t p s a r c h i v e t o d a y 2 0 1 3 1 0 1 1 2 3 1 7 4 5 h t t p w w w p h y s i c s t o a r g l i x o 1 p h t o 8 0 v 5 3 i ュ p 8 0 1 バイパスソイコールヘンドリック・ブルージュット、ケルハルト・カジミール。ロイヤル、ネザーランズ・アカデミー・オブ・アーツ・アンド・サイエンシズ、2015年7月26日、閲覧。 h e n d r i k b r u g t g e r h e r d c a s i m i r r e t r i e v e d o n 3 d e c e m b e r 二零2 0 i n w i l h e l m e x n e r o r g、えー、<重>ありがとうございます。